松原神社は、鹿児島県鹿児島市松原町に鎮座する神社である。島津市十五代当主、島津隆久を、安国隆君美子命、または、島津隆久公と称して主催神とし、愛殿に、姉の皆か主の神、高見結人、神結人、天寺皇大臣、豊家大名人、平田淳亭を祀る。愛殿に祀られる、平田淳亭は、 祭人の家臣で、祭人没後に自ら、釘付けとなり船出して巡視するが、その際に三日三晩にわたって、土卿の声と歯ぎしりの音が聞こえたことから、歯の神として、称えられるようになり、祭人の傍らに葬られた。現在でも、全国虫歯予防デーには、県の歯科歯科会主催の罰宿用が採用される。工事三年、島津市の中高の祖である祭人により、副祥事の、 松寺として建立された松原三男林寺を前身とする。祭神没後はその後を継いだ、島津義久によって、母大寺と定められ、以後歴代の薩摩藩藩主より手厚い保護を受けたが、明治2年、廃仏希釈の煽りを受けて廃寺。跡地に南林寺の三号にちなんで、当神社が創始されて豪舎に列し、祭神没後の350年祭にあたる大正を9年には、 県者に昇格した。現在でも、鹿児島の繁華街近くの神社として、祭日及び年末年始は多くの参拝者で賑わう。ありがとうございます。